天使のモーニングコール。今日は月刊幸福の科学8月号に掲載、大川隆法総裁書き下ろしの詩編、心の指針を読み解きます。タイトルは言葉に泣く。では朗読します。心の指針、言葉に泣く。思えば私の悟りの修練は言葉から始まった。自らの思いの完全なる統制下に言葉を置くことは難しかった。愛する人に愛していると告げることができず、憎まれ口や皮肉を口走ったことも多かった。若気の至りと言い逃れるには後悔の方が深かった。その一言に泣くということがなんと多かったことだろう。この自由にならない子に暮らしい言葉に何度自分を責めたことか。友人や仲間、道の友、伴侶、彼らが去っていく後ろ姿を眺めるのはとてもつらいものだった。自分が鉄面皮で冷血感のように思えた。自分の悟りがこの世的常識や力に勝てないことに悔し涙を流したこともあった。成功して有名になってからは批判の雨しぶきを浴びることも多くなった。私の悪口を言い、かつ書いて収入となり、家族が食べていける人が出てきたのか。それもよかろう。首筋の雨だれをそっと拭って、犀の角のごとく森の中をただ歩むのみだ。いかがでしたでしょうか。言葉に泣くと題された今月の心の指針。つい先日は東京ドームで大講演会を行った大川隆法総裁ですが、今宗教家として地球レベルの教えを説き、世界各国の人々からも総裁が何を発信するのか注目されています。そんな総裁がかつては言葉に泣いたという経験も振り返りながら大事なことを示唆している詩編だと感じました。心の指針、言葉に泣く、こう始まりました。思えば私の悟りの修練は言葉から始まった。自らの思いの完全なる統制下に言葉を置くことは難しかった。宗教家としての悟り、その修練は言葉から始まったとありました。この意味を読み解いていきましょう。書籍幸福の科学とは何か、そして釈迦の本心にはこのようにあります。悟りについていろいろな考え方をする人がいるでしょうが、悟りというものはまず反省を通して得られるのです。
言葉の調律は非常に大事な修行です。良い言葉を出す、正しい言葉を出す、仏の心にかなった言葉を出す、こうして言葉を正していくうちに、言葉の元となる部分、すなわち思いへも反省の作業が深く深く進んでいくようになるのです。言葉の元となるのは思い。幸福の科学では、今日一日何を思ったか、どんな言葉を発したかを反省することも勧められています。悟りとは、そうした反省を通して得られるものだからです。詩編では、総裁にとっても言葉の統制が一筋縄ではいかず、自らの未熟さを悔やんだ経験も正直に綴られていました。自らの言葉を通して思いを見つめ、心の修練を進める中、大川総裁は24歳の時、大悟、大いなる悟りを開いたといいます。それはどのようなものだったのでしょう。悟りとは、人間が自分の本質を知り、自分が生きている世界の本質を知り、人生の目的と使命を知ることである。すなわち、人間とは何かという根源的なる問いに答えることができ、かつこの世界とは何か、宇宙とは何かという問いに答えることができ、その中で生きている人間の人生の目的とは何か、またその使命とは何かということを知り尽くすこと、これが悟りである。書籍幸福の科学とは何かから朗読しました。大川総裁は、さまざまな法話の中で、この世界の成り立ち、人が生まれ生きる理由を説き続けています。その言葉に救われ、大川総裁のもとに集った数多くの人々が、幸福の科学の教えを学び、広める活動をしています。番組でも最近、そんな方々、主に出家者にお話を伺ったりしています。この教えを学び、実践することで本当の幸福をつかみ、その幸福を広げる仕事に24時間使いたいと思ったから出家したという人たちの声、覚えていらっしゃると思います。総裁が神々をまとめる思考神エルカンターレであり、救世主だと信じてついていく人たちの姿、リスナーの方の目にどう映ったでしょうか。一方、心の指針後半にはこう綴られていました。友人や仲間、道の友、伴侶、彼らが去っていく後ろ姿を眺めるのはとてもつらいものだった。自分の悟りがこの世的常識や力に勝てないことに悔し涙を流したこともあった。成功して有名になってからは、批判の雨しぶきを浴びることも多くなった。私の悪口を言い、かつ書いて収入となり、家族が食べていける人が出てきたのか、それもよかろう。信じることができず去っ
っていく人もいたという赤裸々な過去を振り返る一節。悲しみを含みながらも、旧姓の情熱と不屈の信念のもと、自分の非力さとして受け止める、何とも言えない一節でした。私は去っていった人たちへの愛も感じました。この世的常識や力の中で霊的真実を伝えることの難しさを誰よりも知っているのは総裁自身なのかもしれません。そして有名になってからの批判や悪口の雨、自分の言葉や未熟さには泣いてきたという総裁が、批判や悪口を書いて収入にしている人たちについては、それもよかろうと。最後はこんな言葉で締めくくられていました。首筋の雨だれをそっと拭って、犀の角のごとく森の中をただ歩むのみだ。犀の角のごとくただ一人歩め、これは仏典に繰り返し出てくる言葉です。この世の批判にとらわれることなく、真理の道をただ一人黙々と歩めという意味です。霊的人生観を説くのみならず、個人のレベル、国家のレベル、世界スケールで様々な物事の価値判断、何が正しくて何が間違っているかを探求し続け、オピニオンを発信している大川総裁。幸福の科学の基本教義の一つに正しき心の探求がありますが、その正しさの探求のスタートは自らの言葉と、言葉が発された背後にある目には見えない思いの点検にあったということ。今月の心の指針、言葉に泣く。小さな一歩を積み重ねながら、大いなる悟りを開き、偉大な思想をこの世に広めんとする一人の宗教家のリアルな心情と気概が感じられる詩編ではなかったでしょうか。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。現に言葉とは不思議なものですが、これほど明らかに私たちに神の心に合っているか反しているかを教えてくれるものも少ないのです。まず反省ができないならば、その言葉のことを考えてみてください。そして本来天使の世界はどういうものであるか、それを想像してみてください。傷つけ合う世界の中に天国はないのです。まだ逆に言うならば、言葉によって天国は作られると言っても良いでしょう。そしてこの正語ということも限界がありません。正語は突き詰めていけば、真理の言葉として最高度の力を持った、最高度の言霊を持った言葉とならねばならない。自分が悪しき言葉を発しなかったということをだけでもって正語の反省ができていると思えば、とんでもない間違いであります。真理の言葉を一日の中でどれだけ発することができたか、ここまで反省は来なければならないのであります。単に人を害さなかったということで反省を終わりとしている方がどれだけいるでしょうか。そうであってはいけない。出会いかつ
語ることができた人に対して、汝はどれだけの真理の言葉を発することができたか、その人の心に糧を与え得たか、その人の心に炎を、火を、光を発生させることができたか、ここまで至らねばならんということを知っていただきたいのであります。お聞きいただいた説法は、ユートピアの原理という書籍に収められています。